ろしくお願いいたします。初めてシカゴルシさんの作品見たのが多分大学4年生の時にボーンソングズを見ました。きっかけはその多分1個前が田舎の侍っていう作品だったのかなのチラシを見て、あ、楽しそうな作品だなって思って、でも気づいた時には間に合わなくて見れなくて、次の恋は絶対見るぞって言って、多分なんかプレイガールで自分でネットで撮って一人で見に行って、なんかすごいその楽しんで作品を作られてるのと、もうなんかいろんなエネルギーにわーって圧倒されて、よくわかんない涙が出てたのがすごく覚えてますね。なんか、演劇っていいな、羨ましいな、楽しいなって思うようになった最初の頃に見させてもらって、結構きっかけの作品だったりします。だから、楽しみです。大学生の私喜べって自分に言いたいです。出たいなと思っていつも感激させてもらってたので、なんかちょっと怖さもありますね。なんか好きで見させてもらってた劇団さんの作品で、マロさんの作品なので、でもなんかあまり深いことは今の時点では考えずに、丸尾さんを信じて、稽古を信じて、皆さんを信じて、なんか、尊いものを作れたらと思ってます。どんな作品になるか私もまだ分かっていないんですが、きっとなんか皆さんの心がグラグラするような、なんか危うくなったり、ちょっとイライラしたり、悲しくなったり、なんか人によっていろんな感情がうごめく作品になるんじゃないかなって、私が今まで見てきた丸尾さんの作品とかはそんな作品なので、私もそういう作品作りたいと思いますし、皆さんにもそれを味わってもらえたらと思います。真摯に頑張るので、皆さんよろしくお願いします。